ねえさ、ほしさ言うてまだ1位同率やぞ。はい、ワッション切る。一応このロング、マジかよ。今レバイ動きとかエイムが1位やぞ。なんとか1位やぞ。いや、いいね。必死やったらワンションワンキルできんねん。あそこの距離でも。えぐ。はい、皆さん、おはようございます。寝起きのハセシンです。今ですね、ハンドガンの、この TYR というね、ハンドガンの中で一番威力の高い、もうね、全部これ威力のパラメーターのとこ見ていただけたらわかる通りね、最高威力の最強ハンドガンなんですけども、このレベル俺今上げてる途中なんですけども、ちょっとですね、鼻声で申し訳ないですけども、ちょっとスキットロ来たんで、ちょっとレベル上げにぴったりのマップ、もしかしたら1位取れる可能性が非常に高いマップが来たんで、ちょっとノリで撮影を開始してみましたが、どうなることやら、カスタムクラスとかはね、ちょっと今日はいきなり撮影開始したんで、後で紹介したいと思います。ということで、使っていきましょうか。TYR。さあ、最強のハンドガン。もうね、ワンショットワンキルできるんですよ。マジで強いから。当てれたら。でも当てるのめっちゃ難しい。行こうか。レッツゴー。さあ、行こう。さあ、メインには一応縦背負ってるから、背後は、守れると思う。けど、やっぱり、あれないよ。ドアがいても、近距離戦でしか、戦うことは、まあ、できないレベルで、非常に難しいんど難しいんどダブルキル熱いよ。いっちゃおうか。ふっ。こっちいっちゃおうか。ふっ。で、レベル 7? 来た。じゃあ、一回リロードしよう。ワンマガジン5発やから。さあ、一回リロードと。さあ、いきなり、ワンショットワンキル、ダブルで。あっぶねギリギリちょっと待てよ。リロード入れるべきか入れないべきか入れずに行きましょうよ。ちょっと待て、やばい。頼む、リロード早く。うほほほほ、マジで怖いぞこれ。ちょっと待て、一回冷静に。そこ温度分かってるから、入ってくるかどうか。そこ温度分かってるから倒せない。取られるのマジ。ほっ、いやー、ちょっと無茶したか。さあ行きましょう皆さん。おもろなってきたな、おい。まあ、UMM にする方ガチ以外は。じゃあ、一回、ほんまに、じゃあガチ行くから。むずいよ。はっ、さすがにきついか。でも、俺今1位や。あるぞ。突っ込むか。フラッシュ投げて。はい、3か。当たらない。奥から見てるな、じゃあ。ふっ、サクッと入って。来るか来ない。絶対来るやろ、この辺。シュッ。テスキのモスケート来たぞ。でハーあるこっからあるよ。なんか前に置いてあったけど今華麗にワンショットワンキル。ヘッドショットいいね。威力がマジで高いから。ちょっと俺捉えるよ。おい、ワンショットワンキルでかい。当て入れたらマジ強い。当て入れたらの問題来るよ。おい、いやー、決め打ちで入ってくんのはきついって言うてます。ハセルシンが気づいてーねえさ、ほしさ言うてまだ1位同率やぞ。はい、ワッション切る。一応このロング、マジかよ。今の熱いローやったんかな、敵。さすがに体力減っとったか。あの距離ワッション切るわ。今回のアタッチメントいけるまだ、ね、全然最終形態じゃないんですけど、まだレベル上げ途中やから。それで普通に華麗にぶち抜かれてしまいましたが、え、でも全然今俺1位やぞ、普通に。すごいことよ。はっ。華麗なスライディング。華麗なスタン。さすがに同率か。え、当たってるな、スタン。来るか？オッケー。今でよく待ったな、俺。冷静やぞ。ポータブレーターそうか。はぁ、あ。反応見よう。反応なし。いや、反応あり。ここワンション開けできんの？マジで？今、打ちやめちゃった。なんか、エイム外しちゃった。ワンションアンキルできると思ったけど、あれ無理なんかい。シンプルなツッコミ。入ります、ここで。やばい。スナイパーロットする。スライディングで。入り込んで。カットして。俺やろ、この辺。うぅ、ビビらすなよ。今、俺。ちょっと待てよ。エイム。来た。ちょっと待て。むずすぎるけど楽しい使っとって。ちなみに今回のクランタグ俺 HG にしてるんですけど、ハンドガンの役で答えます。ハンドガン縛りにもやってるということでね。
じゃあクラのタイクも HG にしておきました。今回ばかりは、まあ、レベル上げ途中ということなので、くぅ、きついきついきつい、うぅ、きついきついきつい、素晴らしくきついな、今な。で、こっち来るからさ、あるぞ。待とう。裏からは効いてないな。こっから、うわぁ、今縦の出たわ、いいところ。ワンション切れ、でかい。しんどいね。あ、終わったな、これは。おら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 、倒そう。案外ノーズヒット可能性、いやけどみんなこれいけてるぞ。最強のハンドガン TYR 突撃風のシーン、このポイント俺のものにする。いや同点で1位か今。よわ、よく抜いた今。あのけどむずいんですよね。レベルアップいいぞ。確実によくなってきてる動きとかエイムが。1位やぞ、なんとかなんとか1位やぞ。いや、いいね。ヘッシュやったらワンションワンキルできんねん、あそこの距離でも。えぐ、マジすげえやん。うまいよ、うまいよ。ちょ、冷静にこう、冷静にこう、冷静にこう。3点下がっちゃった。ちょ、でやー、リロキャンしてみたものの、さすがに焦りが飛び出たか、焦りが飛び出んのか。いや、こんなところで焦るわけにいかへん。貫禄のプレーを見せつけねえ俺。3ポイントで、からの、からの、まだ行くよ。おい、おい。いや、むずすぎや、今当たってない、マジで。エイムぴったりのように見えたけどな、俺的には。よしよしよし。待って、後ろかよ、これ。走、ちょ、待って、オッケーオッケー。まあまあ、ちょっと現実的に厳しい話か、あの距離は。さあ、もう、狙ったらあかん距離とか、分かってきたな。やべ。やべ。一回、セーブテクセ飛んでくれて、ガチャ、ありがたい。リロード遅すぎやろこれ、マジかよ。よしよしよし、あるよ。よし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 。え、これほんまに1ある、バレたな。ちょっと待って、ほんまに1ある。今よく、今のプレイエグい、今のプレイ見た、みんな。いや、リロキャンしたら俺今入れたね、リロキャンエグいと今の。ちょっと待って、一回指真右におったらガチ怖い、おんねん。いや、ダメけ、熱っ、これマジ1あるぞ。ちょ、行こう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 、あれあれあれ、ラスト一発、ラスト一発だ、決めよう。もうここまで来たらこれで決めたい、あと1切れから、これ決めるよ決めるよ決めるよ、一発で行くよ。なんでや、なんでや、今の当たってない。じゃあ巡航ミサイル決めてもいいけど、ちょ、ここまで来たらラスト1切れ、武器で決めよう。武器で、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 武器で決めたい、武器で決めたい、武器で決めたい、さすがに。やった、みんなマジでいった、マジでいった、マジで勝てたって。でローダード見られへんのか、しかも切るれ、惜しくも2は切ったか、 1.9 ぐらいか。いやでもすごい、これ見て、最強のハンドガン、ノリで撮影を開始した。 TYR で1位獲得、フリーフォール、ワンショットワンキルのロール、すごいぞ。 1.88 切るれ、寝起きハセシン。ちょっと今回かなりふわふわしてるテンションでしたけども、まあ、逆に珍しいか。でもやっぱスキットローやったらいけるわ。ラストとかよりね、スキットローとか、ちょっとね、あの、狭くて入り組んでるマップの方がね、可能性あるね。ショットガンみたいなもんやから。え、でもマジすごいわ。ちょっと待って、ワンショットワンキルの量、これ何本くらい取れたん？ワンショットワンキルめっちゃ取ってくない？実況戻り、一回戻ろ。ということで今回ですね、こちらっすよ。TYR という、最強のハンドガン、もう威力のパラメーター見ていただけたらね、もう冒頭と同じこと言ってるわ。もう見ていただけたら分かる通りのことね。これこの赤いメーターになってるでしょ、他のハンドガン全部。ほら、赤なってるでしょ。ほらほらほら、もう全ハンドガンの中でこのモダンオフェア2のこのマグナムより威力高いからね、最強のハンドガンなんですよ。ワンショットワンキルめっちゃ取れる。今回また武器レベル上げ途中でね、カスタムクラスこちらやったんですけども、この3つのアタッチメントでも十分いけたな、まあ、とりあえず今レベルが上がってね、このバレルとかつけれるようになったから、こういうのつけたらもっと反動も減って射程距離とかも伸びるから、もっと遠距離に対応できるんじゃないかなと思うんですけども、ちょっと見ていこうか、改めて射撃場で。ほらこれよ、この感じアナイアレーターみたいじゃない、かっこいい。改めて射撃場でマジマジ見るとめっちゃかっこよかったんけど、え、かっこいい。え、回る、回す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 、いいね、いくよいくよ、頭いくよ、ワンショワンキル、ワンショワンキル、これ遠距離受けんのかな、いくぞ。当たってない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 、え、ワンショットワンキルやねんけど、マジでらしいわ、みんな頭やったらあの遠距離でもいけるらしいわ。え、すげえな、え、マジで相当すごい、いくぞ。ちょ、むず当てんの、あ、ちょ、ムズ当てんの、ほら、一発で通ってる。え、すごいやん、ガチで威力高いわ、威力絶大っすわ、これ。
超絶威力やわ、ほんま。ということで今回ですね、改めてこのライオットシールド背中に担いで、でサブにはハンドガンの TYR でアタッチメントはこれと、でスタングレネード、セムテックス、ポータブルレーダー、スカベンジャー、サイレントスニーカー、ゴースト TV 迷彩のカスタムクラスでフリーフォールプレイしてみました。改めて今回のこの動画、ハセシンナイス1位だったぜと、ナイスプレイだったぜと思っていただけたら、グッドボタン、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。高評価はですね、マジで活動のモチベーションの向上にグーンとつながるということで、今回もワンタッチしていただけたらめっちゃ嬉しいですね。目指すは3000高評価でございます。今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。バイバイ。